はい、今日は質問があったんですけど、手足四つバラバラにね、これドラマーじゃなくても全然今回は頭の体操になるのかなと思います。こういうところで叩けば、膝を叩いて足もかって動かせば大丈夫です。で、最初難しかった左足を無視してもらって、両手のズレとできたら右足足してもらったら、めちゃくちゃそれだけでもうまくいくと思いますので、ぜひ使ってみてください。それでは本編を見てみてください。はい、エルフアミさんからの質問です。一小節のフィルインでも、両手が出てきても両足を入れるとつられたり、またその逆があったりと安定しませんと。4way っていうのはね、4つバラバラってことね。このドラムと手がバラバラのための良い練習方法があれば教えてくださいっていうことでですね、有名なやつがあるのはあるんですけど、まずは、2拍3連の練習をしてみてください。203年はこれですね。最初同時で先に出た方が3になります。だからポンっていって先左手が出たらで、まんまるちゃんまんまるちゃん、まんのまんは最初は両手ね、まんまるちゃんまんまるちゃんになります。で、今度はこのこれを1小節ずつ、足っていうのは基本必ず、神経が近いのか分かんないんですけど、必ず足につられるんです。右足は左足につられるし、左足は右足につられるので、なので、足が確実になんかこう4指で動く場合は足の関係を考えてから手を乗せる。でドラムってそうですけど、2つって人間意識上でいけます。3つは無意識使わなきゃいけなくなります。なので無意識は覚えさせるのは繰り返しです。何回もやる。で、何回もやって体が覚え込んで無意識に動かすようになったら、三つ目を乗せる。で、三つ目乗せてダメだと、もう一回二つに戻って意識的に練習して無意識に、無意識っていうのは多分自分のね、心の中で、大体人間って言ったら 95% が無意識で動いてるんですよ。あ、気がついたら家に帰ってきてたとか、よくあるじゃないですか。ぐでぐでに酔っ払ってんだけど家の中にいたみたいなの。これは無意識が勝手に操縦してくれるからなのね。で、意識がやっぱり 5% しかないんで、意識は二つが限界です。で、三つ目になってくると無意識に動かせなきゃいけないので、ずっとねこれを練習する。で、今度三つ目乗せるときに、まあ同時に乗せるんですけど、こうやってやるわけですね。だから上と下を同時にやるわけじゃないですか。その時同時四つ同時じゃん。で、先に出た方が3なので、こっち先出たら、うまくいく。で、この上下でも練習する。っていうのを練習。これは比較的簡単です。で、難しいのはこの斜め。これができると脳の整理が随分できるのかなと思います。だから最初同時で、で先にこっちが出たら、あとはこっちが3になってこっちが2になるわけです。で、しばらくしたら今度は一回両方ターニングポイントにして、次はこっちを先に出したらこっちが3になるわけっていう練習をするんですけど、まあ、ポイントは必ず2つずつ練習する。いや、足が入ってきて両足になるといきなりやっぱり難易度がある。最初はだから8ビートっていうのは基本左足を使わないと思うんですね。だから3指示してるわけで、その時もやっぱり練習する。必ず2つずつ練習すること。難しい曲があったとしても、どういう風にしても2つずつ練習、2つずつこの組み合わせこの組み合わせっていろんな組み合わせをやってから、ちょっとずつこの3つにして4つにして、やっぱり2世は結構いけます。3世からいきなり難しくなるので、3世の感じは2世に覚え込ませるためにはこれ時間です。繰り返しやってると無意識の中に入ります。箱の中に入ったら無意識が勝手にそれを取り出してくれるようになるので、そこまで行くしかないって感じですね。だから、で、無意識がやってても無意識が知らない手のパターンを認知するとついてっちゃうんで、じゃあそのついてかないようにするために、そのフレーズばっかり何回も練習するとかね、なんかそういうのはすごく、ポイント4ウェイの練習のためのポイントにはなるのかなとは思いますので、頑張ってやってみてください。
はい、本日の、内容いかがだったでしょうか。面白かったとか役に立ったとかですね、何かあったらコメントに書いていただけると嬉しいです。そして、よかったらいいねマークを押していただいて、メルマガをね撮っていただけると、見逃しがなかったりとか、資料なんかもダウンロードできるので、こちらの詳細欄から、登録しておいてください。ぜひぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。